こんにちは、黒田和志です。今日もあんまり役に立たない、テクニック特集でございますが、これです。これはブラストでやってる人がいて、あ、面白いなと思って、で最初こうやってやってたんです。この叩いたタイミングとプラス左手で叩くと、なので倍叩けるっていう形なんですけど、すっごい簡単です。一番簡単な、習得方法はギュッと握って、これもギュッと握って、で上から叩く。でギュッと握ってるとならないんですけど、力を緩めていくとちょうどいいとこがあります。で、ポイントはこの先を叩くとうまくいかないんで、できるだけこっちの根元の方で、ちょっと握って、ここにちょっと力を入れてると、間の時にこう左手がこうギュッと押す形になって、ジョジョメイヤーとかもよく使ってますよね、こういう。こうカチカチって音とタカタカが同時になる。まあドラムソロの時は見た目としては面白いかな。でもこれなんか面白いっていうぐらいで、なんかこう凄さが全然伝わらない、あんますごくないしね、というフレーズでございました。なのでタカタカタカ、こういうフレーズでございました。別に、ちょっと練習すればすぐできると思います。ぜひ練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。